はい、どうも、てっぺいです。最近ちょっと足怪我して乗れてないんで、今日はちょっとインドアネタでやっていこうと思ってます。まず、ちょっと本編入る前に、後藤さん T シャツ。裏こんな感じ。もらったんですね。で、この後藤さん T シャツは、もう収録の時絶対着ようと思ってます。まあ一応ハッシュタグで後藤さんつけてるんで、さすがにちょっとこういう服じゃなくて、動画撮る時はこの服で撮っていこうと思ってます。こんな感じですね。背中がこんな感じになってます。フロントホイールを新調しまして、こちらですね。フロントホイールこんな感じですね。オデッセイと同じやつで、ハブはあれ使ってます。オデッセイの RS のハブ使ってます。めちゃめちゃこのハブ周り良くて、まあ、オデッセイのリアと同じやつなんですけど、今日はこいつがいたんですよ。なんでこいつで、誰だったかな、オラ BMX かな、かどっかで見たやつをこれで作っていこうと思います。まあ、使うのはいらなくなったホイールとフォークとハンドルのみ。まあこれで乗れるようになれば、ハングファイブとかそっちフロント系のバランスが上手くなるんじゃないかなって勝手に考えてます。では早速やっていきましょう。そういや、あっちのオフセットゼロのフォークだとクラック入ってたんで、こっち側でいきます。タイヤは1世代前の BMX で使ってたスラマーの時のタイヤが使えます。一応完成はしました。こんな感じですね。マジで頭悪いって。普通にハングファイブ練習した方がいい。 じゃあ乗りますか。やっぱりオラがやってましたね。なんでサムネもパクっちゃいたいと思います。グリップの予備がないから、もうグリップもなし。
ちゃめちゃバカみたいに寒いですけど、最後ちょっとチャリ乗る動画撮って今日は動画締めさせてもらいます。まあ、キックアウト来るまでやっていきましょう。チェケラ。消えた。